はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、久しぶりに平心くんにドッキリを仕掛けたいなと思います。ぷよぷよボールの元をお風呂場に入れて、今膨らましてあります。すでにね。で、ただね、数が4万粒ぐらい、4万2000粒かな。なのでちょっと少なめなんだけど、平心くんがね、学校から帰ってきたら、うちの奥さんに、ね、ぷよぷよボール風呂できてるよって言ってもらって、で、まあ、中に入ってきたら僕がぷよぷよボールの中からバーって出てきて驚かすというドッキリでございます。じゃあお風呂行ってみましょう。はい、じゃあね、私自身もちょっと水着に着替えてみたので一旦入ってみましょう。おすごい、おーすごい、おー重い。ちょっと待って、これ入れるの？入れる、これ入れる。うお寒い。いや、てか全然全然足りない。これでこう隠そうと思ってるんだけど、隠れない。やばい。お湯でかさ増しするかということで、うまくいくでしょうか。あともう間もなくしたら医師君帰ってくると思いますんで、今回は2回目です。ここのアクションカウント、あと栄心くんの顔を捉えるいつものビデオカメラで撮りたいなと思います。さあ、問題は僕がうまく沈めるかどうか。ドッキリでした。あーやられた。ぷよぷよボールの風呂を作ったんだけどね、うん、全然浮かなくてさ、失敗でした。はい、残念ながら。ふぅ、潜れたね。ちゃんと潜れてた。うん、潜れた。最初どうだった、あれって思った。なんか意外って、なんか変なものがいるようになって。やっぱりそうだった。うん、そっか。あ、うわ、こんなに落ちてた。うん、そっか。じゃあこれは後で片付けましょう。はい、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、チャンネル登録もよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。